ルールは簡単。プレイヤーは様々な形にくり抜かれた壁を的確なポーズですり抜けられると10ポイント獲得。しかし抜けられない場合は壁に激突、倒れ、その中へ。これ無理でしょ絶対。いや、ですね、右足を後ろに上げると通れたんですが、なんで肩通りポイント さあ気合が入っている。こんなやらかってんの。それならやらかしよく見て、文字本番さんの挑戦です。すごい、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 やばいですよね。さあ文字本番さんの挑戦。さあ文字本番考えている。さあ文字本番が考えている。さあ何が気になる、何が気になる。さあ壁が迫ってきた。さあ文字本番抜けられるか、どうか。文字本番さんの挑戦。始まる。さあ、これはさあ、これないよ。さあ、格闘家だからね。体が柔らかさ。さあ、ポイントを重ねるスターチームに対し、得意の炎のポーズでも四流芸人チームは失敗。設計中止は。いや俺ちっちゃい。スターチームの挑戦。何？さあ自分のポジション考えてください。自分の体の大きさ考えて。自分の体の大きさを考えて。身長218センチ。文字本番文字を文字のクリア。怖い。よし。何で？できますよ。どれ。走り幅跳びのイメージですよ。走り幅跳びのイメージですよ。ダメです。もう何が出るか分かっていて3人がスタンバイしています。泣きの1回団体戦、芸人チームの挑戦。これいけるか、足広げろよ。でかいよこれ。炎、燃えられるか。はい